サビの転換剤にチャレンジします。今回はセブンのシフトレバーのサビをライブ配信をしながら、こちらのサビ転換剤を塗ってサビ止めをしようと思います。まずはグレッティのシフトノブを外していきますが、これが熱くてなかなか回らない。はい、無事に取れました。セブンのシフトレバーはこんな感じです。わかる？ここにさ、これをね、一応さ、なんかマニキュアみたいに塗るタイプにしたスプレーにすると散らかったり大変だなと思って。まずは直接塗り始める前に説明書をよく読んで。汚れと油分をな、さっさと拭いたらもう塗っていいよって書いてあるの。まずはサビの状態を確認します。まずは片方しか持っていないいつもの軍手を履いて、こちらの不織布を使ってサビの表面の状態を確認します。カヨカヨちゃん、これは外れないの。ほら、これに縫い付けてやるって感じなんね。これにつついとるから、これは外れないんね。ここはな、これ以上下がらないん。なんかここにリングみたいなんがついとってな。これ以上な。下がらないん。でも不思議やで。この下が、よく見て。ほら、こっから下はちょっとマシなん。この出てる部分がひどいって感じなんやんか。シフトブーツをどうにかできないかなと思ったら、ここで事件です。ちょっとみんな、事件。ほら、ちょっと私ここが外れたよ。これ見て。あー、ちょっと待って、私やらかしたかもしれん。見てこれ。あ、ほら、あー、ちょっと待って、事件。ほらね、ここが浮いた。あ、嘘、入らない。あー、入らないくなった。こんなに時間を費やしてまだまだスタートラインにも立っていないのにごめんなさい。続く。